今現場の道は規制が外され、多くの花が手向けられ、壁にも様々な言語で書かれたメッセージが貼られています。150人以上が死亡したソウル・イテウォンの事故から今日で1ヶ月が過ぎました。この事故をめぐっては警察や行政の対応の不手際が明らかとなっていて、捜査本部は現場を所管する警察署の当時の署長などを業務上過失致死傷などの疑いで調べています。